ロバート・リロイ・マーサーは、ボブ・マーサーの名の方でよく知られているが、アメリカの計算機科学者、初期の人工知能の開発者、ヘッジファンド、ルネッサンス・テクノロジーズの元共同 CEO、マーサー財団設立者。アメリカ共和党保守派への多額資金提供者であり、コ空ク兄弟に並ぶ影響力を持つ。娘は、マーサー財団理事長のレベッカ・マーサー。ロバートは、 IBM のコンピューター技師だった。その後、ルネッサンステクノロジーズを立ち上げ、運用資産250億ドルの大手ヘッジファンドに成長させた。イギリスのブレグジットへの主要な資金提供者であり、ブライトバートニュースや2016年のドナルド・トランプ、大統領選挙キャンペーンのようなアメリカの保守系政治、運動を支持する組織への主要な資金提供者である。彼は、 メイクアメリカナンバー1政治行動委員会への主要な講演者である。マーサー財団は社会運動の中でもトップクラスの勢力を誇り、ティーパーティーパトリオッツなど保守系団体などへの多額の資金提供していることでも知られる。マーサー財団は当初はテッド・クルーズを支援し、彼の敗退後はドナルド・トランプ陣営を支援した。トランプ陣営選対本部長を担った。 ケリー・アイコンウェイやスティーブン・バノンをはじめトランプの側近の多くがマーサー財団と縁が深い。また、保守系、シンクタンクとして知られるヘリテージ財団や系統、研究所のスポンサーでもある。2017年11月、ロバートはルネッサンス・テクノロジーズを引退し、自分が保有するブライトバートニュースの株を娘たちに売却すると表明した。ABCD に直 トランプ政権の黒幕スティブン・バノンと段階の世代。プレジデント・オンライン2018年1月2日、閲覧。ABC は・はタカをトランプ政権の立て直しを指揮した二人の黒幕大富豪2017.826現代ビジネス。ありがとうございます。